リナセントクロニクル卒業式、卒業証書、授与。万緑の回帰ラティカ。あなたは、ローテーション環境において、非人道的たる災いを、湯水のごとく降らせ、あまたのプレイヤーを、般若の表情へ変えてきました。1ターン内のプレイ回数が12になれば、最大16点失踪。無理難題を押し付けられた公認玩具と笑っていたら、草と嘲笑されながら顔面に特大の右ストレートパンチをぶち込まれました。プレイ回数という大義名分を得たエルフの非人道的立ち振る舞いたるや、レズゴピーに対抗して宇宙飛行士を床に敷く奇才が今年横暴。今こいつに必要なのはスタン落ちという教育ではなく、完膚なきまでの下方修正による即刻なナーフでしょう。あなたに与えられた屈辱の走馬灯で金曜ロードショー1ヶ月分上映できそうです。忠義の剣士エリカ、あなたは連携ロイヤルにおいてフィニッシュ手段やメタカードと多岐にわたり活躍を行ってきました。自分の場にカードが出るたび攻撃力が上昇。役の摂取を隠す素振りすら忘れたシャブ中末期の剣士に怖いものなど存在しません。また本体効果であるドーピング以外にも反撃ののろしを鎮火させるシークレットスキル、薬媒師としての才能を開花させているエリカの戦技など、その燦然と輝く横暴たる振る舞いは威風の権化としてユーザーへ伝染するに十分すぎるほどの脅威でした。本当、あなたの面が脳裏をちらつくたび、ジンマシンが全身を駆け巡り、吐き気とめまいで精神が壊れそうです。残り少ない日数ですが、できる限り苦しんであなたが死んでくれるよう努力していきたいと思います。紅葉のしるべ、ミストリナ・ベイリオン。あなたは実質コス3という詐欺師としての頭角をあらわにさせ、ヘイトを集める飛来神としてその才能を遺憾なく発揮してきました。登場時手札からナテラを捨てれば実質3コスト6、7失踪。今でこそナーフを受け可愛らしい風貌へ変えられていますが、当時は背中に鬼神を宿す地上戦の死神として環境に血の雨を降らしていました。なあ、いつからエクゾディアが2枚で決まるようになったんだ。もう一度小学校で足し算から勉強し直してみないか。短期間にもかかわらずこれほどまでに強いトラウマを植え付けたミストリナ・ベイリオン。ゴミ、カス、死ね。ミシュランマイナス3つ星獲得おめでとうございます。フラワリングマジシャンマリー、あなたは自動進化が絶滅危惧種として指定される中、危険を顧みず自ら前線に立ち、その身に余りうるほどの進化とヘイトを稼いできました。なあ、幼子にクソを投げつけて遊ぶキャッチボールは楽しかったか。皿の上にクソを並べてナイフとフォークを持った状態で眺めるあなたの公開射精ショーは、私の眼前をフンドで塗りつぶすには十分すぎるほどの災いでした。知っていますか、進化を先行2ターン目に行うのはこの国じゃ犯罪なんですよ。本当、あなたみたいなカスが死んでくれて心の底から嬉しいです。救命の魔術師イザベル、あなたはローテーション環境において到底感化しきれないほどの打点を不当に捻出し、圧倒的な理不尽をユーザーの心根に植え付けてきました。打点回復ドローソース、小学生が職業体験で考えたカードなのかな。それか大人になるまで一切の娯楽を禁止されて育った者が考えたか。あれ、このゲームライフ最大値は20だってチュートリアルで教えてもらったんだけどな。これがナーフ後のカードであるという事実に全米の机が震えました。あなたの棺桶にはたくさんの花が添えられていそうで羨ましいです。盤面ロックというシャドバの花ではありますが、流走の戦士ローウェン、あなたはローテーション環境において PP 加速先として十分すぎるほどの道を示し、また多くの対戦相手の目元を涙で示してきました。もともとは黒竜の呪いとかいう産業廃棄物を枷として背負わされていましたが、ユイとの気まぐれにより一躍アベンジャーズの名に恥じない姿へメタモルフォーゼ。せいぜい盤面をペチペチつつくほどであったスズメの涙たちをメラゾーマへ変身させました。タクセンイグニスという合法の不正からたどり着く終着点はエンハンスローウェンとかいう血も涙もないただの暴力。彼らが言うスポーツマンシップとは、呪いで羽交い締めにした相手へ正面から拳でぶん殴ることらしいです。骨身にしみしみに染みた呪いが解ける今日という日を心の底からお待ちしておりました。
幽閉された地下で月一のゆっくり解説動画更新を楽しみに、できるだけ苦しんでむせび泣きながら死ね。幽魂の少女ルナ、あなたはローテーション環境においてその有用性を遺憾なく示し、環境トップデッキの礎としてその身を捧げ続けてきました。誰がこのカードにこれほどまでの有用性を見出すことができたであろうか。労働基準法など当の昔に超越しており、ヘイトの向き先に必ず現れる、その地獄への案内人たる佇まいはまさしくシャドバ界の江戸川コナン。1ターン目に出てくればストレスで脳震盪を起こし、4ターン目にネクロマンスを使用して登場すれば嫌悪感による衝撃で失神する。ルナに依存したデッキたちが彼女のドローに一喜一憂する姿は、さしずめチンパンジーと言えるでしょう。忘れていたアウストラロピテクズムを思い出させてくれたこのカードに総員敬礼。約1年間お疲れ様でした。安らかにお眠りください。ただし残業代はどんぐり払いで。以上7名とその他107名。周年記念パックということもあり、全体的にパワーが高く、エンジョイデッキから最前線を駆け抜けるデッキまで細部を支えるカードが非常に多い印象のパックでした。またナーフにより評価が一変したカードが多かったという印象も強いでしょう。今段のスタン落ちはシャドバに節目を呼ぶ大きな分岐点であり、これからの新しいギミックの門出を祝う記念すべき日となることは間違いないと思われます。願うならば二度とその姿を拝むことがないよう、安らかにできるだけ苦しみながら死んでください。本当にお疲れ様でした。クソどもが。